はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は明鏡高校でパワちゃん用の選手ですね、作っていきたいと思います。ポジションはショートになります。で、パワちゃん用選手になりますので、筋トレとかね、コツを優先させてデッキを組んでます。でまずはアンダ製造機の、紫藤さんで、ショートなのでやっぱり魔術師は欲しいので浦賀と、アイコンタクトの東雲くん。前回ね、セカンドを作った時、東雲くんのイベントが完走できなくてアイコンタクトついてなかったんですけれども、作り直して、セカンドの選手にアイコンタクトがついてますので、ショートもアイコンタクトをつけていきますと、あとは、精神要因の雷で、友沢はもう完全にコツ要因ですね。あと一応スナイパーなんで、今回入れてきています。友沢のねコツはね、パワーヒッターとアベレージヒッターのみになりますので、これはもうどちらも固い、コツということで多分取れるでしょうという感じですね。あと、神彼女の、はるかちゃんですね。ではるかちゃんは今回芸術的な流し打ちを取っていきます。独身術は、パワーちゃんには、連動してませんので、芸術的流し打ちを取って、ミートを開いてね、打っていく選手に、していこうと思います。友沢はね、もう金徳はどうでもいいです本当にコツ良いで、ただこの編成だと本当にね筋力が稼げないと思うので、今回は、パワーアピールで来てますというところですね。じゃあまた評価上げに、なるんですけれども、2人上げられる筋力でいきましょう。あとここら辺のねテーマがどういったものが来るのと、コツがどういったのがあるのかで結構変わってきますね。もちろんね音符の揃え具合もあるんですけど、チャンス、高速チャージはいらないよね。で試合経験点なんてもう最後の方しかいらないからなうん、高速チャージはいらないから、ちょっと暁は放っておいて、コツイベ発生率アップ、あ、バンプか。バンプはチームメイト評価が上がるからこれにしとこう。発動してくれ。よし、 OK、 全部発動して、かつ全部ある。そうだね、監督評価も上げられるし、こっちにしましょう。次は練習できないか。はるかちゃんが来てくれれば回復してくれたんだけど、そうすると寝るのがもったいないんだよね。精神練習でもしますか。ここは友沢がいる。ただ音符は揃わないか。でもね、2桁はちょっと怖いんだよね、やっぱり。最初の方はね音符を揃えるというよりはやっぱり評価上げが重要になるんで、早めにねタッグが組める状態にして、音符を2つ発生させると。さてさてさて、それを考えていくと この2人だね。音符は1個しか揃わないんですけれども、お、はるかちゃん、いやー体力アップいいね。体力アップっていうか体力回復か。で楽器を練習して、揃わないか。揃わないので、ここ悪くないね。友沢がいるからね、やっぱり技術が乗るんだよね。ただ何にも音符が揃わないのはさすがにちょっと嫌なんで、雷精神をやりつつ音符を一つ埋めていきましょう。テーマ曲はあと4ターン。てか何にもねえな何にもないってどういうこと。普通にメンタルが2人上げられるからね。音符の揃いが最悪だな。で練習に付き合ってアイコンタクトは取っていきましょう。でここはさすがに音符が揃うって言ってもまた精神ですか。別にいいんだけどさ。で監督評価も上げられるんで OK ですねなんかちょっとなんだ、ううなってるけど外でこの時間に何火事かなんか。いいや。で体力が減ってれば上でもいいんだけど下にしよう。連打はね1で掴もうとすると結構きついんだよね。雷がもう乗ってますね。あと2ターンか。4は無理だね。あ、はるかちゃん、そういや全然上げてなかったわはるかちゃん優先にしてあげてこう。練習か。東雲はもうマジでコツが欲しい。
ちょっと待ってね、はるかちゃん最優先で行こう。ない、何にもないからどうしようかな。これやるか。一応音符は揃えられる。次は練習が厳しい。うおー、さらに体力を削られたか。浦賀のイベントも進めていきましょう。で、無理だよな、これは無理だよね、どう考えても無理だよ。というわけで寝ます。で、友沢のイベントはまあ一応進めていきましょう。で、ボールを磨いて、はるかちゃんの評価かな、全然足りてなさそうなんだよな。ちょっとメンタルで2個揃えたい。で、友沢のこれは体力の上限を上げていきましょう。体力は満タンなんで。はるかちゃんが行って浦賀のコツがあるんで、ここはちょっとこれにします。メンタルのねコツもかなり美味しいんだけど、まずはちょっとはるかちゃんローボールヒッター、もう一回上げないといけないよね。で、テーマ曲が2つゲットですね。まあ、これは一番上でいいかな。はるかちゃん一応乗ったは乗ったのか。だったらまあ監督評価を上げつつ音符を埋めていきますか。もうそろそろでも監督評価大丈夫かな。3回くらい練習すればまあなんとかなるよね。まあ、メンタルは浦賀か。まあ、これは普通に音符を埋めていきましょう。篠ノ目くんは天空中央。そうか、天空中央組が2人いるから、まあ、最悪早めに揃えられればお守りはいらなかったかもしれないね。友沢か。ここ音符が埋まるんだけど、ちょっと篠ノ目くんはねコツを取っておきたい。コツをくれ。よし、アベレージヒッター。で、はるかちゃんからも音符をゲット。音符っていうか楽譜か。で、友沢続いたな。友沢判定2回あるからね、野手の場合。で、ここで揃えられますね。まあ、特にっていう感じだからここは揃えていきましょう。オッケー、コンプリート。粘り打ちで雷、金徳が進みましたね。ちょっとあとはるかちゃん告白が来てもらいたいんだけど、どうしようか。連打5とかあるし、招き猫に招き猫とか意味あんのこれ。プルヒッターとかマジでいらないんだよね。ただこれね、筋力がもらえるんだけど、どうしようかな。太平楽、太平楽にしようか。なんかが発動しなかったね。東雲くん技術はね結構大丈夫だと思うんで、アベレージヒッターは3で取っちゃいましょう。精神雷かな、どれだけ稼いでくれるかだよね。篠ノ目からはね、そう、守備職人と早急が欲しい。お、告白が来た。OK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 。で、本当はね、イベント経験点アップとかあると、もうはるかちゃん、ガンガンデートしていくんだけど、特にそれは持ってないんで、篠ノ目はもうもらったよね。ってことは、メンタルで1回回復して、12月の3週に練習をして、クリスマスを迎えよう。太平楽は平均的に、ポイントもらえますね。東雲一人だったら雷で、ちょっと雷裏側組で音符をゲットしていく。あ、そっか、最大値も上がるんだ。流し打ちとか手に入んのなんかもう分かんなくなったな、イベント内容が。
で、ここは、まあ、はるかちゃん別にね、そんなにもう意図してあげる必要はないんで、ここはタックを組みつつ、裏がですね、大平楽。で、このアグレッシブはるかちゃんも普通にやりましょう、普通に。精神48か。大凶。うわ、結構下がるのか。で、メンタルがね、ただ友沢か、はるかちゃんか、回復しながらちょっと2個音符いきますか。すっげえ回復するんだけど。天空中央。あー、これどうする、ちょっと火つける。ムード丸とかは別にいいしね。よし、ここでさらにメンタルで揃えられる。これはかなりでかいな。で、アビレージヒッター取ってやるから、あとパーヒッターだけ。おお、まあいいか。で、ここはもう正直一番下でいいや。体力もね、マックスだしね。まあ、かといってささやき破りのコツが欲しいかって言われるとそうではないんで、残り2ターンできれば揃えたいな、なるべく。ゲー、もうしょうがない、これはしょうがない。ここのコツを取りに行きましょう。ちょっと技術が溢れそうだな。ゲー、79ポイントもくれんだ。まあ、これはもうなんかどっちでもいいよ。ああ、成功したね。まあ、アンダー製造機ってどれくらい技術使うんだっけ。ちょっとマジで技術やばいな。結局できなかったね。 C くらいまでもう持ってっちゃおうか。で、総力少ないな。まあ、最悪総力捨ててもいいんだけど、まあ、E はなんとなく確保しておきたいよね。で、ちょっと E まで揃えましょう。でどうする、変えよっか。もう残り一旦で終わっちゃうんで、キャッチャーと鶴瓶とかな。連打を取っとく。天空中央、彼女評価だけか。むしろ一番いらないやつだな。あ、3個回復しながら1個、3個だな。バレンタインが近いから次練習がちょっと厳しいかな。青銅高校はね、あれだよね、チームメイト評価だよね。そう、ラッキーボーイか。ちょっといらないな。コツがあるから安全にこっちへ行きますか。バレンタイン前だけどね、守備職人は取ったからな。でもキューパーか。いや、回復しとこう。パワーヒッターが欲しい。やっぱりパワーそこまで伸びないと思うんだけど、やっぱりパワーヒッターは欲しい。そもそものサクセスでね、最後の試合ホームラン打っていきたいんで、これはるかちゃん入れてマジでイベント経験点アップ狙いたいな。裏が、まあこれメンタルだよね。パワーヒッターどうする。5まで置いといてもいいと思うんだよね。守備職人は確実に3列かも。体当たりとか一応置いとく。ローボールヒッターも掴んで、守備職も3列掴むでしょ。いや、やっぱちょっと1ターンで揃えるのは無理か。まあ、もう裏側別に経験点をくれてもいいんだよね。これ火をつけろ。経験点を狙っていこう。2ターンずつか。まあ、これももちろんメンタルでいきます。とにかくね、練習の回数を重ねないといけないんで。おお、ついたか。マジですか、これ超きついよな。雷。まあ、精神くれても全然いい。早急骨だよね。あと早急もやっぱ3。これさ、サボられると超きつい。はるかちゃん、あ、ラブパワー中か。じゃあ無理だ。ラブパワー直してくれって思ったけど、とりあえずジュース飲んどこう。で、ここはまた体力がいっぱいあるんで、
げえカラスが入ってきた。でここも強くしましょう。これは筋力ポイントが入りますと。で残り2回、残り2回サボらず行ってほしい。3つが限界か。どうすかな。3つ、とりあえず練習して、で、まあ、そもそもここで揃うのかと。揃わない、揃わないんで、揃わないんで、いや、ちょっと1回通院します。治らないのかよ。もう本当にね、サボり癖は嫌だ。魔術師かなりつかめたけどさ、東雲のコツか。結局サボったら全てが無駄になるからな。鶴瓶取っとく。いや、それか対左、対左の方が実用的ではあるよね。サボりそうだけど。何にもないか。いいや、今回はちょっとあんまり狙わず。よし、骨格打法もつかみましたと。一応コツは見ておきますか。浦賀か。だったらちょっと通院しよう。でマジで進んでないから、ちょっとデートを進めよう。この回はデートを進んでいこう。で音符が一発で揃う状況になったら練習をしていきましょう。まあ、ここもね体力回復できるんだけど、もう今はしょうがない。揃わないね、なかなか揃わないね。黄色っていうのがやっぱりレアなのかな。でここは階段で行こう。で野球のリズム、まあ、安打製造機に関しては確定なんで、これはここで揃えていきますと。しっかり守ると北斗。全然揃わないな。ちょっと待ってね、また溢れそうな気がする。ミートは B、 パワーはちょっと C にしておいて、どうかな、この3つ平均してあげてっていけるかな。総力は置いておこう。やっぱまあ技術は足りてるよな。でね、デートはねもうサクサクサクと終わらせちゃうのが吉ですね。イベント経験点アップのものが来たらもう揃えるっていうよりはもうどん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 デートを進めていくっていう方向でもね、俺はいいと思います。特にはるかちゃんみたいにねすげえ経験点手に入るキャラクターだったら、イベント経験点アップをこううまく使って、1.3 倍くらいになると思うんだよね、経験点が。あとね、8月26日周辺のガチャで誰が来るかだよね。復刻するんだったらはるかちゃんマジで復刻してもらいたい。うん、まあ、失敗したけど別に。お、ここはいけるのでやっておきましょう。一発でできるときはやっていきましょう。あと何ターンくらい持つ？持たねえし。まあ、結局デートをすることになるから変える必要もないじゃないんだよね。うーん、キャッチャーコツ5、キャッチャーコツ5にして、まあ、これはまた揃ったら練習のパターンでいきますか。揃ったら練習パターンなんで、ここはまた進めていきます。まあ、5月の3週で結構詰めてやってはいるんですけど、まあ、これはこれでいいですね。うん、来ないな。
特に来ない。終わらせるか、これはもう終わらせよう。回復とかね、ちょっともったいないとかっていうのはあるかもしれないけど、ここはどん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 終わらせていきましょう。でした、芸術的な集中で、これであとは音符を揃えるのに集中できるんで、まあ、多分全部は揃えられないんですけれども、ちょっと待って、紫藤さんとかもらってないよね、そもそも。もらっとくか。名教高校で、どうしようか、大声くんにして筋力ポイントでももらっとく。ここはね30ポイントもらえるんで。でもやっぱメンタルだね、メンタルをやりながら回復しつつ音符を揃える、これはかなりでかい。これも上でいいでしょう。こういうところでね、また体力を減らすことができる選択肢をね選べるのもいいので、うわ、メンタルやりながらまたこれがいいんだよね、本当にメンタルキャラは。練習ができねえっていうねことがなくなるんで、友沢にするか紫藤さんにするか、打球伸びとかもまああってもいいとは思うけどね、紫藤さんにしよう。あと音符もらってない人っているっけ、そもそも。まあ練習かで、気がつけば7月の1周。ここもこれで次はもう確実に揃うね。こう体力が減ってくるときに精神にないと、うわ死ぬっていう、まあ、3つまで揃えられればね、3つっていうか3段階結構ポイントとしてはもらえるんで、で少しじゃあ得のまずアンダー製造機3でつかめればやっぱでかいな。パワーヒーもいいや、3でつかんじゃおう。で広角も3、芸術的流し打ちももう取る。でメッタも取って、体当たりとか意外に使うかな。で魔術師も軽めですね。アイコンタクト、あ、切磋琢磨ってとりあえず取れたんだ。切磋琢磨って連動してる、まあわかんないけど、せっかく取れたから取っときますか。じゃあで意外に敏捷ポイントがあるね、まあ、総力は C にしておきましょう。じゃあパワーヒッターと広角打法は持ってますけれども、実際にパワーちゃんでやるときはアンダー製造機を生かしてミートはこいつは開きます。一応セカンド作ったキャラもね、芸術的流し打ちとアンダー製造機がついてるんで、まあああってなっちゃったけど、パワーちゃんでねホームラン狙うのがねやっぱ結構難しいんで、どっちかっていうと多い。ミートを開いて打てるキャラを作りたい。てかなんかすげえ調子悪いね、やべえな。負ける可能性すら出てきた。これはまず1点取る。あと点取られたらちょっとまずい、本当にこんなところでこんなところで負けるとか、何試合ぶりになるんだっていう。最近初戦で負けた記憶は全くないからな、ここ何ヶ月と。危ねえ。広角打法なかったら絶対入ってなかったな。パワーが C だからね、やっぱり B ないと。ああ、そう、これでね、まあちょっと怪我率大丈夫だと思うんだけど、メンタルとかがないから最悪こう怪我をする覚悟でやらないといけないと。はるかちゃんがいるからここ 0% だ、ありがとうございます、助かります。でこういう時にね、あとデートが残ってると、まあ、ここで使えばいいっちゃいいんだけど、どうしようかな、暁の試合経験点ボーナスで地道に行きますか。まあ、鶴瓶とか無理だろうな、まあ、鶴瓶とかいらないしね、試合経験点ボーナスを狙っていきますか。骨ひびしか発生してない、超いらね。寝よ。で試合経験点ボーナスが発動しなかったらはっきり言って意味ないんで、もう次曲を変えます。曲はね連続で変えることはできないです。1回決めたら一旦は経過させないと次の曲に移ることはできないですね。お待たせ、こうです、名教同点のチャンス、でパンは C か、パンは C で牙を打つのは名教最低でも外野フライが欲しい。よし OK、 打ちました、これはいい。
結構待ってくる、みんな打ってるね。追加点のチャンスを迎えました。2アウトランナー3塁という場面で稲本今日3打点を挙げています。狙い目ではあったんだけど OK。 もう完敗かな。ワンアウトランナーなしという場面でメッタ打ちも発動してるし、さっきのラズベリーと打って変わって調子はいいな。あーこれはひとまずしないか。でもなんだかんだでヒット12本打たれてるからね。さてさてさて、じゃあどの音符にしようか。音符っていうか楽譜、いつも音符って言っちゃうな。あ、揃えられるは揃えられる、揃えられるは揃えられるけど、いいや変えよう。足りないやつだよね。パワーか。パワーと技術がなんだかんだでまた不足してるね。パワー技術っていうのを考えると、筋力精神技術、あーそっか、名教は全部なんだよね。技術貧賞迷宮にしようか。得意練習率アップもついてるしな。発動しない、発動しません。さて揃えられる、いいね。メンタルでこういう時に揃えられるのはでかい、本当にでかい。だ俺迷宮はねもうほぼほぼ雷入れますね、普通に強い選手を作るときとかで。これで雷がだからプラゴになってれば試合経験点ボーナスがついてね、もうちょっと底上げできるんですけど。明鏡同点のチャンスを迎えました。だマジでその明鏡方向で雷はおすすめです。4回の裏明鏡、あもちろん能見さんでも全然いいんだけど、俺はねコツの関係上やっぱり雷を使いますね。明鏡勝ち越しのチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という打ちました。まあ、ただ能見さんと雷二人入れるとなんだろう、さすがに精神が溢れそうな気がする。あまり二人入れてやったことないんですけど、でもずっと精神で音符をこうかき集められればそれはそれで楽だよね。4つ友沢やろう。次で揃えられるね。友沢ようやくか。でなんだかんだで技術も追いついてきたので、パワーやっぱ B にしよう。てかオール B を目指そう。まずはじゃあパパちゃん基礎値が重要だからね。よし、でここからやっぱり肩と、ゲー守備は上げられたけど肩無理か。守備をちょっと S にしよう。で肩は A かな。まあ、もう2試合あるからね、肩 A はいけそうだな。パワー A はちょっと無理っぽいんで、まあ、そのままにしておくとして、できればそうか、安打製造機芸術的流し打ちがついてるからミートも A にしておきたかったけど、技術が足りるかな。あれ、そういえばはるかちゃん最後なんかくれたよね、なんか選べみたいなこと言ってきて。でアベレージヒッター取ってあるでしょ。でパワーヒッターもくれたんだっけ。打球伸びをくれたよね。打球伸びとパワーヒッターとアベレージヒッターだっけ。いやそこから選べるのは本当でかいな。よく見ていこう。さあ4球目、よし OK。 結構点を取られる。もう1本ちょっと打っておくか。はい OK。 ここは B まで行くとやっぱり楽になるな。8回の裏明鏡攻撃に入ります。先頭バッターは稲本、今日は発動、よしもうこれは勝ち確だな。この99ポイントで
肩を1ランク上げられて、おお、そうじゃねえよ、揃いは当たり前だよ、そういう風にしたんだから、一応スカウトさん評価上げとく。こっちにしよう。アーサー。さて、じゃあまずは肩を A にしちゃいますか。ミート A できそうはできそうだね。ちょっと精神頑張って、チャンスは欲しいね。悩んだかな、まあ、悩んだはちょっと敏捷が微妙かな。まあいいか、こんなもんでいきましょう。技術余ってるわけじゃないからな、打球の美を取ったとしても、もしかしたら技術の関係上ちょっときついかもしれないですね。あー、スライダーか。エクスカリバー投げました。完全に外れた。ボール、これは完全なボール球。カウンター2ボール、アクスカレバか。打ちました。ファールボール。投げました。高速スライダー。ボール、フルカウント。3ボール2ストライク。入れてくる。ちょっとボール球だった。まあいいや、フェアになったから。名強リードで迎える3回です。2アウトランナーなしという場面で稲本投球、これから2球目。よし、 OK。 強烈、いった、入った、入った。もう1本、もう1本。名強追加点のチャンスを迎えました。紀藤さんが出てる。このエクスカリバー無理。第2球、エクスカリバーはねマジで打てない。あ、これはストレート。おお、ちょっとだけ上を叩いてしまったか。まあいいや、紀藤さんを戻すことができた。これ打て無理か。やっぱりエクスカリバー無理だよ。打てない。結局ホームラン1本だけど、まあまあまあいいでしょう。でドラフトは1位でしょう。で、はるかちゃん最後、え、バット、グラブ、ボール。ちょ、バットがなんだか、あ、バットはあれか、あ、アベレージヒッター、守備職人、打球伸びか。ボールにしよう。よし、打球伸びのコツをつかんだか。2か。でかいね。いや、マジではるかちゃんいいわ。超欲しい。8200と、そこまで経験点にこだわった編成ではないんですけれども、やっぱり伸びるは伸びますね。じゃあせっかくなので、打球伸び1つかんどく。上り上司、どこまで意味があるのかがわからない。基礎値上げますか。本当はミートをちょっと A にしたい。あー、筋力が若干足りないか、ってか技術も足りないか。打球伸びを諦めれば基礎値上げられそうだな。ちょっと使い方的にはもったいないけど、もったいないけど、もったいないけど、いいや、これであといけるの。盗塁、せっかくだ、取ろう。よし、これでいいでしょう。で、あとはちょいちょいちょいと振っていきますか。おお、なんか能力的にはいいね。というような感じで、こいつをちょっとパワーちゃん用の、ショートで、使っていきたいと思います。やっぱりね、名強はね面白い。普通に強い選手が作れるんで。で、俺のおすすめキャラは名強で、やっぱり雷ですね。雷は本当にね、名強で使いやすいです。と、あと、どうしても精神で回復するんで、デートが、詰まりがちになるんで、まあ、デートをどうさばいていくかっていうところも、一つポイントに、なろうかと思います。というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。